フリーデルケアマーリエフォン、ヘッセンダルムシュタットは、バーデン代行士、カールルートビヒフォンバーデンの日。後のヘッセンダルムシュタット紅白ルートビヒ旧世と、先ヘンリエッケカロリーネフォンプファルツツバイブルュケンの、次女として、父のプロイセン軍人としての認知、プレンツラウで生まれた。1772年には、母、カロリーネや姉妹たちと共に、サンクトペテルブルクを訪問した。 ロシア皇太子、パーベルの花嫁選びのためであり、パーベル自身が、ヘッセンダルムシュタット家の姫たちの中から、アマーリエの一歳年下の妹、ビルヘルミーネを選んだ。1774年、いとこにあたるカールルートビヒと結婚した。彼女は、バーデン大公家での暮らしを、最初は居心地悪く感じた。父方のおばであり、義母となった、大公妃。 カロリーネルイーゼとの不仲が原因であった。1783年、義母カロリーネルイーゼの死去によって、アマーリエは、バーデン宮廷の最高位の女性となった。その時期は、息子カールが、ステファニー・ド・ボアルネと結婚するまで続いた。アマーリエは、ナポレオン・ボナパルトの義理の命に当たり後に幼女とされた、ステファニーとカールの結婚を阻止しようとした。アマーリエと、バーデン大公。 カール・フリードリヒの後天となったルイーゼはどちらもブルフ・フザール城へ移るようにという命令を承知できなかったのである。ナポレオンはブルフ・フザールにあるシュパイアー主教皇の旧邸宅を所有していた。1803年にこの城はバーデン対抗家の所有となり、アマーリエはここで暮らすようになった。アマーリエには12万ギルダーの年金が与えられた。 ハイデルベルク近郊のロールバッハ城を義理の息子で母方の重帝でもあるバイエルン王マクシミリアン一世から送られアマーリエはここを夏の離宮としたロールバッハ城にてアマーリエは義理の息子であるロシア皇帝アレクサンドル一世オーストリア皇帝フランツ一世やヨハン・ボルフガング・フォンゲーテの訪問を受けているアマーリエは ギリの息子たちへの強力な影響力を駆使し、ウィーン会議のため欧州に滞在していたアレクサンドル一世に貢献した。そのために、ナポレオンによって作られた広大なバーデン大公国は、領地を奪われることなく存続したのである。アマーリエが夫、カールルート・ビヒとの間に設けた7人の子供たちは、それぞれヨーロッパの王公と結婚し、それぞれの宮廷にアマーリエの影響力が及んだ。 ことから彼女はヨーロッパの義母と呼ばれた。ありがとうございます。